ました。はい。なんと第10回。10回も AJ プレゼンツトンビ、今日も盛り上げていきましょう。はい、はい、始まりました。もう第10回ですよ、早いもんで。早いですね。早いっすね、もう本当に、うん、みんなありがとう、はい、ありがとう。それだけ今日はね、1時間言っていこうかな、じゃあ、自己紹介していきますか。はい、はい、じゃあ僕、じゃあ僭越ながら僕から、うん、いいですか、言っちゃって。はい、お願いします。クラブ AJ でプロデューサーしてます、さくらしゅうやです。よろしくお願いします。35時間起きてます。おお、結構よろしくお願いします。ナチュラルハイになる。そう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 です。あ、じゃあ、はいはい、はい、今日で2度目の出演になります、あきです。よろしくお願いします。よーい。はい、好きな動物は猿です。はい、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 どうも、はじめまして。1回目の出演となります、ソラと申します。イエーイ。好きな定食は好きな定食は、まあ、鮭焼き魚定食ですね。イエーイ。はい、2回目の出演になります、ネクロアホってよく言われるかけるです。イエーイ。好きなファッション誌は？ファッション誌、そうですね、僕メンズエッグしか知らないですね。知らない。店舗運営スタッフのマギツカルです。好きな食べ物はイカです。イエーイ。今日はね、はい、もう7月っていうことで、真夏の階段ね、怖い話ですね。怖い、はい、やっちゃいますか。はい、怖い話は好きですか、みんな。どうですかね、今日はガラシャツじゃない、パンツがガラだよ。ガラパン入っている。どっかしら。あ、怖い話好きってね。あ、やっぱ時期的にね、怖い話はすごい大事。もうリアルなやつ、リアルなやつ。俺はリアル。本当に、うんうんうん、言っていいもん。やっぱ。もうもうぐんぐんしてるじゃん。いや、最近ほら全然出てなかった。ああ、そうか、そうか。もうたまりにたまってるよね。もうパンクしそうなんよ、ネタが。じゃあ店舗運営スタッフの社長から、はい、いいですか、怖い話聞いちゃって。はい、ほんまの、笑いなしでいくよ。いい？大丈夫？あ、お願いします。心の準備大丈夫？はい、はい、大丈夫。漏らさないように気をつけます。はい、なら行きますよ。まずジャブ程度。ジャブ程度で、ね、高校生ぐらいの時に連れとこう集まって麻雀ってするでしょ。家麻雀をするじゃないですか。で、家麻雀をしてて4時ぐらいになって眠たなったんですよ。でも帰るわ言うて友達の家から自分の家に帰ったんですよ。で、当時僕の家って住んでるの僕しかいてなかったんですよ、うんうん、はい、なんでかって親父はね大阪にちょっといてたんですけど、うん、母親が、ちょっと病気で入院してて、はい、兄貴がね全く家に帰ってこない人だったんで、僕高校生の時一人でずっと住んでたんですよ。まあ、これもちょっと怖いあれに怖いけど、全然笑わへん。爆笑です。ほんで、ね、4時半ぐらいにお家に着いて、ほんでなんか眠られへんな、麻雀もなんか消化不良やなってことで、プレステの麻雀ゲームをしてたの。1500円シリーズっていうやつ、昔流行ったやつ。シンプルシリーズ。わかるやろ。あれを家でしてたんよ。ほんで、うっすら明るくなってきた4時15分ぐらいにめちゃ眠たなって、うん、わ、これあかんわっつってテレビ消して電気も消して、その当時家の電気これやったのね、はいはい、引っ張れる、これ消してさあ寝ようかなー思ったら、うまく怖なってきたね。
で寝ようかなと思って目つぶった瞬間に首をね、ぶわー締められたんですよ。一人よ、首めっちゃほんまに怖い怖い怖い。だから絶対これ金縛りとかじゃないよ、絶対一人、マジ絶対一人、うんうんうん、そのわね、わけのわからん女の子がほんまに入れないんで後半で通ってるから、はいはいはい、わー締められてわこれやばい、絶対これはほんまのやつやと思って怖くて目開けれなかったの、はい、で僕じいちゃんとばあちゃんが死んでるから、はい、じいちゃんばあちゃん助けて言ったらギューって強なったんですよ、うん、ギューって強なって、うん、うわーこれじいちゃんばあちゃんがかなわへん相手やと思って怖ーと思ったらバッて取れたんですよ、うんはいはいはい、で、あーやっと息できるわーと思って勇気振り絞って目をパッて開けたんですよ。ほんな白い煙がね、自分の顔の前にブワーッとあったんですよ、うん、で、パッて窓見たら車のライトかな思ってパッて窓見たら車のライトなんか入ってないんですよ、うんはいはい、で、明らかに暗闇に白い煙だけがあって、はい、電気つけようにもここに白い煙あるから手伸ばされへんくて、はい、けど勇気振り絞って煙の中を手ピッてこうやって電気パーってつけたんですよ、うん、ほんならあれ何もないやんみたいな、ほんであらっつって幻覚やったんかなって電気消したら白い煙なくなってたんですよ。怖っ、なくなってて、うわもう怖いって言って家の近所にいとこが住んでたんですけど、もう僕自分の家1週間帰りませんでした。怖すぎて、怖すぎてね、怖すぎて、うわっ、普通に怖い、ね、まだ続きがあるの。ほんで、うん、次の日に学校に行って、うんうんはい、むちゃくちゃクラスで霊感が強いって言われてる、はい、ドバシ君っていう子って、怖い、ドバシ君、ドバシ君、うん、足こんな短いんだけどそうです、顔はめっちゃ男前、足こんな短いんよっていうそれカウントサイズじゃないですか。いやいや、足こんなんドバシ君に、はい、ドバシって、うん、俺むちゃくちゃ怖い体験昨日したよ、言って、うんうんはい、どないしたんや、いやこうこうこうでみたいな今喋った話を土橋にしたら、うん、土橋がそうかってほんならわしの心霊体験話したろかって土橋くんはよく金縛りに会うんです。で金縛りに会う子は前兆みたいなんで耳がキーンってしたりとか大体感覚で分かるらしいんですよ、うん、あの足がつってるつったりとかね。ほんで寝る前ぐらいにいつもよりきつめの耳鳴りがしたらしいんです。これやばいなって思って寝るのもちょっとためらったんやけど、まあまあ明日学校もあるし早いし寝ようか言うて寝ました、はい、ほんなら金縛りに案の定会いました。んで、わっ、今日の金縛りなんか嫌な予感するなって思ったら、はいはい、寝てる時に足首をバッて掴まれたんですよ、うん、感覚として、もう明らかに足を掴んでる。怖い。で、金縛りによく会う、ね、土橋くんは、はい、今いつものことやからって思って流されへんから。それはなんでかって、今までの金縛りとはもう違うぐらいレベルがね、うん、怖すぎて足掴まれるようなことなかった、うん、で、うん、ほんまにやめてくれ、うんうん、もう殺さんといてくれ、死の恐怖まで殺さんといてくれって言った瞬間に足を引っ張られて壁まで引きずられる。うわ、壁に足がバーンって当たって、うん、金縛りが解けたっていう話を俺にしてきて、はい、みんな土橋の話がすごすぎて俺の心霊体験消えてもうて土橋を縛りだろう思って足短い、そう足短い足短いっていう話があったんだけどほんまにその1回だけ俺が心霊体験だから体が疲れてたんかもしれんけど、ただほんまに土橋が憎くて俺のそれあるよね、あるよ、そういうことある、そういうことある、ほんとそういうことある。ほんまにあるのよ。いやでも怖かった、怖かった、めっちゃ怖かった。これけど実話やからね。うん、それドバシ君の足は伸びなかったんですか。うん、縮むよね。何なんだとなんだとお前はしゃくったのかしゃくっちゃいますか。いやあるよね。あそうそうっていう話がね、ある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 。俺もね、もういいですか、僕も。はい、お願いします。僕ね、すごい短い話、うん、はい、あの、全然お父さんのままでいいですけど、うん、あのね、聞いた話だよ、うん、
俺の話じゃないよ、はい、俺の話って思われたらなんかちょっと寒いから、はい、聞いた話でね、うん、すごい昔10年ぐらい前、うん、ラブホテルにね、うん、行ったの。はい、シュウヤさんじゃないですよね。なんだと誰だお前は。ラブホテルに行って、ラブホテル入った瞬間にあ、寒っっていう時あるじゃん、うん、で、そこの入ったラブホテルがすごいね、うん、設備がしっかりしてるラブホテルだった、うんうんうん、そういう設備って言っても、うん、そういうグッズ的な、うんうん、アイテム的な、うん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 、マッサージのやつであるとか、うんうん、コスチュームであるとか、スケベスケベグッズがものすごい充実してるホテルだったの、うん、で、そこに入ってさあことが終わりました。もうそれはふんだんにね、アイテムを駆使したプレーをしたそうですよ、その人。はい、で、朝起きて、うん、案の定金縛り、うん、びっちりもうバーン金縛り、両手もうこんな状態で、うわーってなって、うわーってなって、うん、パッて起きたら、うん、両手両足をベッドの四方に結ばれて普通に女の子に縛かれてたあーいいなー、10年前からそんなプレーをね知ってはったんですね。俺の話じゃないよ、俺はそういうのしない、もうドノーマル、成長医しか俺知らないから成長医一筋でここまで来たから、はいはい、怖い、怖かったー、もう寒くなってきました、めっちゃ怖い、めっちゃ怖い。やっぱりさ、この3人は若手やから最近のね、俺らが知らない、ああ、いいねいいね、うんうん、サイバー系の怖い話とかできる、そうそうそう、怖い怖い、キャリーパンパンがどうしたこうしたみたいな、わからないわからないどうしたこうした、オッケーオッケーオッケー、いいよ、え、はい、サイバーってどういうこと、サイバーはもう本当だから、もうネットでもうもうもうサイバー空間の話としておんない、はい、サイバー空間あー、よし、え、ある怖い話あるの、真夏の怪談にぴったりの話を、うん、我こそは持っているといういるのかな、うん、AJ のエラ若手、エラ若手どうも、エラ若手はエラ若手、さっきなんかあるって言ってたね、うん、ガチのやつはあるんですけど、うん、行ってみる、じゃあそれちょっとガチのやつでいい、ガチのやつを、うん、いける、コンパクトに、うん、コンパクトに、はい、要点をキュッキュッと絞った、はい、ポン酢が効いたような話シュッとしまった、入り口まろやかで後味がキュッとしまった、だいぶ引っ張るっすねじゃあいいですか、行こう、いいですか、僕が高1ぐらいの時なんですけど、うん、やっぱ夜中とかみんなでこう遊びに行くじゃないですか、え、怖い、で、そこからで、遊びに行ってで、原付みんなやっぱ持ってるんで、はい、原動機付き自転車のことそうですね怖い、怖い目に言った全部拾ってくるっすね、よ、50cc で間違いない、そうですね間違いない、それで、それで、で、それで、それでみんなでこう、夏だったんでやっぱり心霊スポット行こうってことになって、うん、はい、心霊スポットじゃなくて結局お墓に行ったんですよ、結構入り組んだお墓なんですけど、そういうとこ行くよね、行っちゃったんですよで、こう、みんなでそのお墓で原付で鬼ごっこしようってことになって、はい、まあ、やるじゃないですか、で、途中 Y 字の道があって、はい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 、で、こう、鬼が追っかけてるんですよ、2人を、はいはい、2人を追っかけてて、で、Y 字を分かれたんですよ、2人が、で、その鬼は右側を追ったんですよ、はい、で、途中鬼も見失っちゃって、で、もう時間もあれだからっつって一回集合したんですよ、みんな、でもその右側の追っかけられた子だけ集まんなかったんですよ、電話しても繋がんなくて、どうしたどうしたってなって、でもずっと探し回っても全然いないんですよ、で、その鬼になんでそっち追っかけたって聞いたんですよ、はい、そしたら、いや、逃げしてたから重いからそっちの方が追いつくんじゃないかっつって、なるほどね、うん、でもスピードが出ないからね、はい、おでもその時別に原付も余ってなかったし、全員ピンで乗ってたんですよ、はい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 、ニケしてなかったんだ、してなかったんです、実際は、あ、よかったよかった、法律に触れてる話だったらどうしようと思ったそうっすかいや、それはそうだよ
でも結局ニケで乗ってるように見えたんですよ、女の子が。で、なんだってなって、うん、ずっと探し回っても連絡しても出なくて、うん、とりあえず一旦帰ろうってなって、みんなもう置き去りにして、はいはいはい、で帰って、その子次の学校来なかったんですよ。はい、で、怖っ。で、うん、本当にガチなんですけど、うん、その後もうずっと行方不明で、もうやだな、もうそれ。へこむ。ガチな、ガチのガチなやつです、やつなんですよ、本当に。でも今はね、今はもうあのもう元気に今はあのね、あのサークル系サンクスで働いてる。今悲しいですね。早く押してよ。はい、ということで、ね、はい、はい、もうアイドルね。はい、あ、よかった、もう本当に、はい、怖かったですね、怖かったね。いや、けど多分誰でもあると思う、怖い話ってね、みんな。今もいないの、その子連絡とかもって普通に心配重い、ね、心配されてる。コメントが重すぎんねん。ね、某コンビニで働いてる、普通にね、元気にね、はい、うんうん、それはもう健康、健康、健康有料地って言ってね、本当にいい話だったね、本当に、うん、ね。はい、ということでね、ね、もうこのぐらいで怖い話やめとこうか。でも俺本当にもうめっちゃ俺あるから、うん、実はめっちゃ霊感が強い。そうなんですか。え、そういう家系霊感が強い。いや、髪の毛が長い。家にある人形ももう髪の毛長いの。よなよな伸びて。キモ。怖。キモって。切っても切っても次の人形くる。同じ同じ長さ。本人と。怖っ、怖っ、めっちゃ怖いな。俺けどおばあちゃん家にほらなんていうの、床の間っていうの、仏壇があったりとかする部屋に、はい、いつも行ったら寝かしつけられてたんやけど、はい、なんでかしらそこの部屋絶対寝かしつけられるの、はい、むちゃくちゃ怖いんや。で縁側とかあったりとか、ほんまに昔の日本家屋やねんけど、はい、あのね、日本人形がね、ガラスケースに入れて2つあんのよ。で、子供の頃ってそういうのむちゃくちゃ怖いやんか。ほんで、変な時間にパッて目が覚めた時とかに、その日本人形がもうごっつ見てたりとか、目合うっていうかさ、ずっと見てんの、もうむちゃくちゃ怖いやんか。それをおばあちゃんに言うたんやんか。ほんなおばあちゃん、シンナーで目消してくれてめっちゃ怖い。優しい、優しいやろ、めっちゃ怖い。そうだよ、怖い。あ、で、ナンバーワンになった時に片目を黒く塗ったんだ。そう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 。絶妙な。そういうね、お、そう、うん、おばあちゃんなんか優しいな、うん、ちょっとこれだけ拾っていい。ビダルの呪い。サスン的なあれさ。サスン的な。サスン的な。サスン的呪いが。最近あれちゃん、あのビダルからさ、なんか打ち切られたんじゃん。髪の毛が荒なってきてるよ。やっぱり。俺は気づいてたよ。最近あのノンシリコンシャンプー変えたから。そう。それはビダルの呪いやわ。さすんってやっぱりね、ビダルがかまってくれないから、かまってちゃうんだから、神聖かまってちゃうんだから。それよくわかんないけど。別にいけるよし、うん、じゃあね、うん、あのこれだけ言わして最後に、うん、はい、今日本人形で思い出して、はい、お父さん側のね、おばあちゃんの家が本当に日本人形いっぱいあった、うん、はい、あの廊下が、うん、あの分かりやすく言ったらサザエさんみたいな廊下があるんですよ。バーって庭、バーってトイレ、うん、でそのトイレの横ちょりダーってこう段があって、うん、5人5人でこうダンダンってこう、うん、すごい高いやつだよ、はい、高いやつ、はいはい、ほんで子供とから怖いな怖いなって思ってた、うん、である時あんまり怖いから、うん、それこそ同じ発想、うん、おばあちゃんに友達が泊まりに来るからみんな怖がるから、はい、人形背中に向けといてって言って、うん、はい、で、もう来た時にすぐやっといてで確認して、うん、お泊り会で、うん、泊まって俺トイレ行こうと思ったら一体だけこっち向いてた。うわぁ、普
怖い、それはこれマジだからね。で、それをおばあちゃんに言ったの？言わなかった。その人形に言った。めっちゃ怖いやん自分めっちゃ怖いやん。な、何分ぐらい言った？2分ぐらい。え？2分ぐらい。2分ぐらい言うた。すっきりした。すっきりした。そう。で、帰って出た。じゃあ、一回 CM お願いします。はい、お願いします。一日が30時間ぐらいあればいいのよな。それぐらいやりたいことがたくさんできました。誰を尊敬するかによって人生って変わると思います。出会いを大切に。好きだろうか、ハニー。はい、はい、もうね、はい、もう怖い話してて、もう今霊がもうすごい集まってたんで、もうお札をやってきました。僕は全部プシプシ飛んでる霊にお札をプシ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 。あ、そう。いい霊やったらどうすんの？いい霊はもう取り込んだ。はい、けど基本的なこれ発想でも何でもそうやけど、はいはい、友達っていう感覚の方がすごい過ごしやすい。あ、本当にだって好きな三文字熟語武士道だもんね。いや今日レイと友達は全く関係ないけど、いや武士はやっぱりレイも力につけるんじゃだって。海に行った時に海を怖いとか敵視するから溺れたりとかすんのよ。海は友達なんですよ。山登る時に山しんどい、山だるいなとか思うから山が敵に回るのよ。そう、やっぱり海大好きって言って飛び込んだやつにクラゲも近づいていかないもんね。そう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 、確かにクラゲが踊ってくれるよ横で。カメがさー来てこう乗せてさー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 で行くもんね。俺のカメもびっくりするかもしれないね。おー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 、怖い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 。あれぶっ壊れた。俺の大海亀をびっくりするからね。ちょっとね、まあ、真ん中のエラ若手が喋ってないから。はい、ソラくん、はい、ソラくん、ソラくんがなんかあったら一丁。僕ですか、うん、僕は結構まあ昼食でプログラマーという仕事をしてるんですけど、うん、えっ、その反応は一体。はい、あきくん。はい、終わりが嘘嘘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 です。ほんでプログラマー、プログラマーっていう、まあ、え、俺も知ってたよ。そうなんですか。へ、えー、キャド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 じゃないですね。キャドじゃない、ジャバとか。キャロライン、キャロラインでもないですね。ほんでほんでほんでジャバとか、うん、C 言語とかいうそういう有名な言語を使って、はいはいはい、機械の中身ですかね。ほう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 、落ちねえなこれ。怖かった、真面目すぎてもダメ。怖かった今。めっちゃ怖かった。怖かったね今ね。もう本当に今怖いし、泣きそうだったし、いろんな感情が全部来て、最終的に帰ろうかなと思った。もう俺普通の会話できへんね、ごめんな。お前が絶対あの、あ、そうなんつってすごいね。じゃあなんでホストになったのみたいな話するんやろけど、俺全くそんなんできへんから。ね、ごめんな、そら異端児、異端児だもんね。やっぱりね。あ、ごめんな。そんな考えたら申し訳ないかもしれない。だ、逆にほら、なぜホストにってね、書いてくれてる子もいるから、それじゃあちょっと言ってみたら、なんでホストになろうと思ったのかっていう。はい、僕がホストになろうと思った理由は、
まあ、昼食やってて毎日同じ作業の繰り返しなんですね、うん、なるほど、なるほど、それが嫌になったっていうのがあって、うん、まあ、本当に全く逆のことをやってるから、はいはい、昼から夜に変えて、うん、お仕事も真面目な方から、まあ、パスも真面目なんですけどね、うん、真面目な人真面目なんですけど、うんうん、やっぱり空気感全然違うじゃないですか、うんうん、空気感は違う、違いますね、すごく違うです、室内ですからね、いや、違うな、それ今のはね、俺そんなに悪くなかったただ疲労起きなかったまあ興味を、まあ前から興味を持ってたんで、はい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 、まあ、僕6月1日からこちらに入る、まあ、入ったんですけど、うん、はい、まあその時に塚田さんの方から、うん、まあ、レイさん経由で、うん、まあ、ね、OMSF のレイさん経由でお話を聞いて、うん、まあ、この人は本当にいい社長なんだなと思って、うん、やるならここで働きたいと思って、やっぱりね、そうなんですよ、やっぱそうなってくるわな、そうなりますね、はいはいはい、で6月1日を境にして、うん、まあ思い切ってやってみようかなと、うん、思って来ちゃったんです、はい、わかりました、はい、ありがとう、ありがとう、ありがとう、なんだろうこれ、いや、もう今ね、本当ね、はい、下北沢が泣いた、泣きますよね、全部狭い範囲だよ、泣いたね、2世帯で泣いたねめっちゃ少ないじゃないですか、俺の、はい、どこかもしれないです、で、あきくん、はい、自分は、うん、ちょっと怖い話というか、うん、怖い話っていうか、なんか自分が経験唯一したそういう系の話が一つだけありまして、うん、はい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 、3月まで自分、地元で、うん、一人暮らししてたんですけど、うん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 、2月ぐらいですかね、なんか一時お風呂入るともうすごい首元がしみるんですよね、鏡を見たらなんか8の字になんか傷、なんか本当に深めの傷があったんですよ、8の字、8の字、8の字深め、あーあーあー、こういうこと、これがお前まさかかまいたちにおったんじゃんそれでなんかまあおかしいなと思って、ただ最初は放っておいたんですよね、治った頃に今度は後ろの方がやっぱ触ったらボコって8の字に傷がついてて、でこうおかしいなと思って怖くなって、でもう友達を家に泊まらせて何が起きてるか見てくれって言ったら、ただ自分で帰ってただけだったみたいです、終わりですはい押してくださいはい、ありがとう、はい、お話でしたねえ、そんなお母さんだったんだね、いや、お母さんじゃなかったんですよ、ね、いや、面白かった、ね、そういうやっぱりね、はい、家計に難があったんだね、うん、そう失礼だろまあ、まあ、もういいよ、全然、ね、はいはい、ほんなら次は、はい、かける番、僕行きますか、うん、もう一個、うん、おー、いっあるんですよ、あるの、はい、怖い話、怖い、怖いやつ、はい、とっておきの、とっておきのが、いいよ、いいよ、その行方不明になった話にちょっと似てるんですけど、はいはいはい、なってないんだけどね、なってないんで、ね、ネジを売ってる、はい、最初的にそれは ありました、ネジを打ちました、はい、はい、で、また別の話で、はい、で、また高校時代の話なんですけど、はい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 、ほっくりさんとかってやんなかったですか、流行りましたね、めっちゃやった、はい、めっちゃやった、で、なんかその、まあ、うちの学校でもやろうってなったんですけど、なんか、その友達が、うん、友達のお母さんが昔コックリさんをやって、うん、なんか、すごい大変な目にあったっていう話を聞いたんですよ、うん、はい、でその後に、やろうってなって、はい、まあ、みんなもう無理無理みたいになって、うん、けどまあ、4人ぐらい集まって学校みんな帰った後に、やったんですよ、うん、はい、はい、動いたんですけど、一人クスクス笑ってんですよ、はい、絶対こいつだと思って、で、まあ、なんか何事もなく終わって、で、またその友達が次の日学校来なくなったんですけど、次の日に普通にただ単にお腹痛くて学校電話もせずに休んだってだけなんですけど、僕自分で鳴らしてもいいですかね、これ怖い、あれ寒くなってきた、怖い、ドヤ顔、怖い、この番組の流れが怖いわ怖いね、怖いわ、怖い、
もうでもあの始まって30分経ちましたんで、はい、まあもう、まあ、怖い話はこれぐらいにしといてね、うん、はい、本当に怖い話ばっかりしてると霊が来るって言うから、はい、俺もお札持ってないし、やっぱりゴーストスイーパー三上もいないし、うん、ヌーベーもおらんしね、ヌーベーも地獄先生もいないし、ね、ほんとほんとね、やめよう、はい、怖いからね、はい、本当に、はい、次のやつ、次の次のやつ、うん、次のやつ、次のやつ、あの社長でもさっき書いてあったけど若くなったって髪型、ああ、はい、いいよね、そうですね、超若い、誰か誰か言ってた、いや書いてあったさっき誰かが、誰ね、誰が書いた、なお名乗れ名乗らないんじゃん、逆に名乗られてもみたいな、なお名乗れ真ん中霊じゃないよ霊っぽい、霊っぽい、そんなん違うやんな、まあないかもしれないですね、なあ、そんなことないかもしれないです、で、右にサラフォールって言うんですけどね怖いね、あの、夏だから、うん、どう最近、夏っぽいこと、夏っぽいこと、夏っぽいことをしたとか、体験したとか、うん、怖い話系じゃなくてね、うん、逆の発想でもう爽やかなやつで、あ、夏っぽい、そう、夏、それ夏っぽいねって周りがもう間髪入れて突っ込みたくなるような、本当に冷やし中華を1週間連続で僕食べました、夏っぽいめっちゃ夏っぽいで7日目ぐらいに同じ中華料理屋さんにいつも冷やし中華って言うから、もう大体顔覚えてるからパッと入ってきたら、あ、兄ちゃん冷やし中華ねってこういつも言われるんですけど、パッと入った時に、あ、兄ちゃん冷やし中華ねって言ったら、いやいや今日は熱々の冷やし中華でって言うたら、厨房をドカーンって受けてた 笑いのレベル低い笑いのレベルが低い中華屋の熱々でそんな冷やし中華熱々でーって何でさ、サブどうかーどうかー、麺こうやってこうやってたの握りどんじゃった夏っぽい、夏っぽい、めっちゃ夏っぽい、夏っぽい、夏っぽい、もう昨日俺は蚊取り線香を焚いて、うん、もう蚊帳の中で寝た夏っぽい、夏っぽい、めっちゃ夏っぽいね、でも蚊帳の中に蚊がいた、うんうん、あ、逃げられない、ほとんど、うわそれめっちゃ、今日もそうなの、今日もここ来る時のタクシーの中で、はい、こんなちっちゃい蚊がもうあっちこっちすんなの、出たいんやろ、車内からね、もう車内枯れなくて、カレー臭ひどいけどね、車内ね、俺は優しさで出してあげへんかったんよ、なんでお前なあ、言うて、エアコンガンガン効いてて、こんな気持ちよいところに入ってんのに出たかんねんと、もうすぐ出てみろと、死んでもらうぞって暑さで、だから俺優しさで、もう顔逃がさへんかったんよ、はい、んで、まあ、取り回ってくるかもしんなぁと思ってて、だから、ほんまに手、俺のここの手にパーって止まったから、おぉ見に行って、俺に懐くなって言って、窓ちっちゃいんで、パッて出しちゃい、夏っぽいめっちゃ夏っぽい、めっちゃ夏っぽいあの、蚊の豆知識っていい、うん、はい、他、あの、メスしか血吸わないから、ね、ああそうか、はい、へー、オスは何吸ってるの、オスね、そういう、はい、やらかしたね、今ね、これでやらかしたね、いやいや、まだ拾われてない、鼻の蜜吸ってる、ここのマイクでは拾われへん声量分かってるからコントロールがオスは鼻の蜜吸ってる、で、メスは一生に一回しか血を吸わないから、うん、で、吸う時も口の先に針が何個もあって、うん、最初に麻酔をね、垂らすのよ、それでから刺すの、だからみんな気づかない、刺されてる、へぇ、だから人って気づかないでしょ、絶対、まあ、刺されてる、はい、で、あの、たまに見えてる時ところに止まるじゃん、はい、で、見てるとああ、刺したなって感触わかるの、はい、で、やっぱ俺一生に一回しか血を吸わないって聞いてからやっぱ殺せなくなったのよ、うん、かわいそすぎて、うんうん、俺の人叩きでこいつの子孫はもうストップされてしまうんだと思ったら、うん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 、俺もやっぱパッと取って、うん、俺に懐くな
夏っぽい夏っぽいよな。夏っぽいですね。もう優しさも夏っぽいよな。このなんか切なさも夏っぽいし。他のそういう話してよ。他の川のそういうのやっていってよ。ガンガン言っていってよ。めっちゃ好き。あ、じゃあ、俺一番好きな動物がラッコなのよ。はい、まずはその時点で夏っぽくラッコ。お前なんか言いたいことありそうやな。ラッコラッコだよ。ラッコで、ラッコはあのね、こうバーってこう泳いでるじゃん、うん、基本この上で、上向きで、はい、で、まあ、潜って餌を取るんだけど貝を取るのよね、基本的に貝を、はい、で、貝を取ってで、体の中にポケットを作ってるの、そのポケットに石を入れてるの、石とかを、で、それを取って、それでこう貝を割って食べるみたいな。で、よくこのポケットから拾ってきた石とかだから、ヤドカリと同じ発想だよね、はい、形が決まってないものを拾ってるから、よくポケットから落としたの、はい、それを忘れて、こう取って、割って、あもう、あ石入れてなかったって言って、また石を探しに行くってよくしてるんだって、はい、で、進化の過程でそうなってくるわけじゃん。やっぱキリンが進化の過程で首が伸びてたのと一緒のように、はい、だからラッコに言いたいのが、じゃあなんで拳を固くしなかったんだよってすっげえ思うんだよ。その切なさがたまらず泣きそうになって夏っぽいわ夏っぽいっすねそれ。体の中に切り込みを入れて石をしまう進化をしたんだったら拳を固くする進化をなんでしなかったんだよお前はっていう夏っぽっグーって思う、グーって思う、本当に夏やね。夏ですね。夏花火した？花火。花火やってないですね。してない、したいね。花火大会とかね。ないですね。花火大会とかいいね。今度みんなで花火大会行こうか。あ、いいですね。行きたい。うん、行こうか。はい、はい、みんなで浴衣着ていきたいね。ね、そうですね。本当やろう。はい。それでは緊急企画ですけど、今からさくらしゅうやの大喜利を。お。あ、そう、大喜利大会に出るんで告知していいですか。うん、しましょう。せっかくなんで、うん、はい、告知して、なんか大喜利、なんか台出そうか。これ、はい、これ出ます。はい、ホスト VS アニメキャラ戦争にしゅうやくんが出ます。おお、はいね、はいはい、ということでね、みんな行こう、俺は行くから。はい、うん、俺は行きますよ。大喜利がちょっとこうやりづらいかな、かけるジョイマンやってちょっと待って、ちょっと待って、コメントで AJ でヤビヤしよって書いてるやんか。ヤビヤって長崎の言葉なんよ。あのロケット花火の花火のことを長崎ヤビヤっていうの、はい、だからこれね、多分長崎の子やと思うよ。はい、嬉しいね。うん、うんうん、俺の兄貴の友達がヤビヤっていうラーメン屋さんを駅前でやってるんやけど、うんうん、今あるか分からへんけど、うんうん、はい、なんでヤビヤにしたんって聞いたら、あのヤビヤが長崎の言葉やからって言って、そうそうそう、そんだけ長崎が好きやからって、うんうん、ロケット花火のことをヤビヤって言う、ヤビヤっていう、全くちょっと分かんないね、普通に聞いた分には、うん、ね、全然分かんないです、うん、そうです、長崎です。おお、うん僕もだよ何, は、はい、何花火が一番好き。はい、そらくん、そらくんはロケット花火ですね、やっぱり。やっぱり、はい、よくロケット花火をね、こんなこと言うといけないけどね、はい、よくロケット花火をこう手に持ったまんま爆発させたりとかしたね。やりますね。絶対やんないでね、頭がおかしいから僕は結婚式場にロケット花火を仕込むのも禁止ですよ何そういうこと言うのなんでそういうこと言うの。僕一回結婚式場にロケット花火打ち込んだことがあるんですよ。なんで盛り足爆破しろっつってそらそれだけなんですけどまあ、あの、なんだろう、あの、肩の力が抜けすぎて今、まあ、もう拾えなかったし突っ込む気も起きなかったし秋はあー、線香花火ですね。あー、いいよね。線香花火が最後にポタンって落ちなかったらって、なんかなかった。ありました、ありました、ありました。あれだけ人生で一度しかないです。何がどうなる。
だっけ、落ちなかったらどうなるんだっけ。え、なんですか。なになになに、どうなるんだっけ、落ちなかったら。落ちなかったら、うん、願い事が叶うんですか。そう、叶うんだよね。はい。でもなんか社長の地元ではなんか違うらしいな。うんうんうん。線香花火をつけて落ちなかったら、はい、どうなるんだっけ。100年生きる。あー、すごい。なげー。落ちなかった今の落ちなかった時から100年生きる。100年80歳の方がね、うん、なったらもうそれはギネスに乗るでしょう。そうですね、だから俺は落としてあげる。逆にね、いやさ、それが本当の優しさじゃん。優しさですね。あ、分かる分かる。あの、野良猫に餌をあげないっていう、うん、失礼か今。うん、ね、かけるは何々花火が好き。僕はあれですね、うん、あのシュルルって待って飛ぶやつ。何、どんなんだっけ。プロペラついてる。あー、はい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 。トンボやろ。トンボ花火なの。トンボですか。トンボでしたっけ。ネズミ、ネズミ花火ってこと。いや、トンボトンボ。え、後ろ、後ろの形した飛ぶやつ。あ、上に上がる。こっちも地面パーッてなるじゃん。緑で赤い羽上に上がるやつ。トンボやろ。あれなかった。あのパラシュートパーン上がってパラシュートがこう落ちてきて、ああ、それを、はい、あの地面につく前に誰が取れるかみたいな。やりましたね。で、一番先に取れた人がどうなるか。一番先にパラシュートパーン上がるじゃん、うん、で、そのパラシュート落ちてくるじゃん。それを地面につく前に一番最初に取った人がどうなるか。こう、いや、動きあれやねん。まあ、取るやんか。取った後にこんな顔せんの。取った人でみんなバーって最終的にポタンってなるよね。やりたくないから。いやね、あるあるある、うん、あるね。うん、俺花火大会とか結構祭りとかそんなの好きやから。めっちゃ好き。夏男だもん ね、 ですね。めちゃくちゃ俺多分ね、あのかっちゃん勝俣さん、うんうんうん、いるでしょ、はい、の次に膝小僧見てる、うん、社長の膝小僧見てるなー。膝綺麗やでー。わしそんな綺麗くないけど。いや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 、ほんとほんとほんとにかなあの、よくね、あの俺もほんとにね、うん、僕も30ですけど、うん、やっぱり10代の頃、中高生の時とかね、うん、女の子誘って花火大会行くっていうのが、うん、もうどれだけその当時ね、やりたかったけど、もう恥ずかしくてできなくて、うん、でも初めてそうやってやったのが、高3の時かな、うん、初めてそのできた彼女とね、一緒に、はい、あの浴衣着てくれて、髪アップしてもらって、めっちゃ可愛くて、うんうん、で、自分もあの格好つけて、あのね、あの、草履セタ、うんはい、で、こう、あの浴衣着て、うんうんうん、で、行って、もうお互い本当に普段履き慣れてないから、うんうん、走りたくなってね、うんはい、で、その花火見る場所、チケットで一応座るところに撮ってるんだけど、うん、そこまでたどり着けなくて、はい、1時間ぐらいかかるよ、その席の前で、もうすごい遠くだけど、もう本当あのどっか地べたに普通に座って、はい、あの遠くの花火見たのが本当にいい思い出。普通になんか今の話したかっただけだわ。なんもないわ。あ、そう。なんもない。まあまああるよね。それなな夏ってイベントたくさんあるもんね。ああ、そうですね。海もね。もう最近もう海開きっていうか、もう海もね、東京でも入れるんじゃないですか。湘南ぐらいだったら。ああ、そうですね。入れると思うし。じゃあこれでこの2つだけ拾っとく。ギャグマシーン秋とかける喋ってって言ってるから。うんうんうん、まずほんならギャグマシーン秋やってもらおうか。ギャグマシーン。話そうか。うんでも、そういう、本当はそういうキャラじゃないですか。おうじキャラだもんね。そうですね。おうじ、おうじだよ。ミートくん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 。AJ のミートくん。ミートボール。やばれ。ミートボール。ミートボールくん。石井のお弁当くん。ミートボール。ボエンマ。ボエンマ。おしゃぶりだったらめっちゃイケメン。言うやつだ。はい。いける、はい、できた。用意できた。なんでもいいですよね。用意できたの。なんでもいいよ。勢いだけで、はい、3-3-2-2-1-1ドゥン。で、かけるはどうなの最近。かけるは最近どうなの。最近ですか。かける喋ってって来てるから。そうですよね。喋りますか。じゃあいいよ。喋りましょう。かける
はい、その前にちょっと一回、はい、社長のフォロー、今の、はい、あのドゥンに対してのフォローをちょっと一つだけ、ね、うん、お願いしてください。お願いします。いや、まあ、ここ最近で一番面白かったな。そんな真顔で秋のハードル低い。おめっちゃハードル低い。あま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 あじゃん。まあまあ、ぷよぷよのレベルで言ったらもう激ヤマのやつ。はいはいはい、ね、あ、かけるも喋ってあげて、もう、はい、かけるファンがね、かけるファンがもう見てますね。かけるファンが見てますよ、今。そうですね、日本全国のかけるファンが、はい、もううちは振ってますね、みんな。そんな全国にいるんすかね。いてるよ、ほんまに結構、だってしゅうやくん、俺らさ、あの、このニコ生配信始まってから結構、日本全国のね、男女からすごい面白い、応援してますみたいな結構入ってくる。おお、へえ、うん、全部うるさい配置してるけど、うん、本当だよね、もう罵声しか浴びせない。褒めに対しては罵声、ボコ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 にしてやろうって感じ。いつも応援しています、最近ニコ生出ないですねで最近入ってきたんよ。ああ、ほんまにボコボコにしてやろうかってそのまま返した。性格悪いんだな。やっぱおもろいって。本当だよね。もうだからこれを見てるってことは俺の性格多分分かってるんよ。だから俺どんなひどいこと言うても、うん、あ、この人めっちゃおもろい、おもろがってこんなんしてるんやろうなっていうのが伝わってるから、うん、結構キャラ得してる。あ、それはそれはある、それはある。めっちゃキャラ得してる。キャラは得してるね。そう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 。その感じで真面目に怒っても真面目じゃないって思われたりもするから、うん、損する場合もある。あ、はい、あるよね、キャラ。でもすごいキャラはね、うん、社長のキャラは本当にいいなって、うん、いろんなホストクラブの社長さんいっぱい知ってるけど、うん、すごいやっぱり、でもやっぱ隠れた人格者だよね。え、普段こんだけ破天荒に笑いすぎや。反応がすごく思ってない、ほんまに人格者とか思ってないから自分のこと。いや本当にほんまにビビりの下手れやからね。そうかな。だからもう何も思わへん。なんかそうやって人格褒められたら、はい、もうなんか幸せってなるもん。でもやっぱり人を傷つけるようなものはありますよね。いきなり喋って何言うねん。今のはいいじゃん別に。今のはありだよ。ありあり。何キャラ、何かけるは何キャラ、何キャラって言われる。キャラ、うん、いやでも何キャラ、どう、結構おとなしい感じですね、うんうん、まあ、まあでもイケメンキャラが一番言われるかな。イケメンがあるからね、絶対ね、うん、そうですね。 ありがとうございます、うん、イケメンキャラ、うん、何キャラなの。ソラはナイキンさんやからね。そうそうそう、あんまキャラとかはない。店舗運営スタッフだから。店舗運営スタッフです。アキ、うん、は何キャラなの。何キャラ、うん、これはちょっと、うん、なんなんすかね、アホキャラなんじゃないですか。おお、そうなんですよね。俺は思わへんけどね。なんか、うんうん、そうなんですよね。全然俺は思わへん。ね、シュア君何キャラなの。これはもう本当にね、うん、あのゆるキャラ。まんまゆるキャラ。シュア君っていうキャラ。こんなこんなに。わかんないけど。ゆるキャラ。髪の毛ゆるキャラ。はい。もう残り10分前なんでね、うん、はい、最後に1回ちょっとね、うん、CM ありますか、うん、行っちゃいますか。行っちゃいましょう。はい、行っちゃいましょう。はい、はい、はい、私たちはクラブコアの本当です。好きな言葉はナンバーワンです。好きな言葉は見直しです。好きな言葉はオールコールです。好きな言葉は出会いです。ウェブティブクラブコール。素敵な恋しよう。You know
ライバルって必要だと思います。ライバルがいるから今の自分がいるし、頑張って人に囲まれてると自分も頑張れます。仲間って大事や。ああ、好きだわかハニー。はい、それでは、ね、はい、はい、もう残り10分になりましたんでね、はい、あのお店の、うん、あのもう今月7月はもう盛りだくさんで盛り、はい、盛り盛り AJ っていうね言われてるぐらいにね、あのもうイベント盛りだくさんで、うん、昇格した子もいるし、はい、あの新しい役職ついでやる気満々でね、うん、V2 になった子もいるし、うん、はい、あの本当にね告知も盛りだくさんあるんで、はいはいはい、じゃあ誰からいきますか。ね、まあ、どっか行きましょうか。はい、社長の方から、はい、はい、お願いします。ね、7月のね、イベントといたしまして、オープンして3ヶ月突破記念、ちょうど4ヶ月目になるんですけど、はい、3ヶ月突破、4ヶ月目、そうです、イエーイ、ありがとうございます。もう、素敵なお姫様たちのおかげです。本当にありがとう。はい、で、毎週火曜日に AJ デーといたしましてね、7時から、はい、お店7時オープンなんですけど、7時から7時59分までに入ってきた、ね、入ってこられたお客さんに対して安いセット料金が2時間無料です。あ、うん、あ、おー、ほんとかよ。うち儲けなしでやらしてほんで8時から8時59分に入ってこられたお客様に対して、セット料金は2時間分の料金の半額です。嘘やー、はい、だからやりすぎやー。9時までにお店に、入店するとやりすぎですよ。すごくお得ですよね。そうですね、プラスアルファでなんと、高級シャンパンなんですけれども、はい、それが、1万円で飲めちゃいます。普段は2億で出してるシャンパンが1万円でやらせてもらってます。なんで、安すぎる。すごいね、ホストクラブでシャンパンを飲みたい女の子であったりとか、あんまりちょっと会計を気にしていつもちょっとね、安めにちょっと抑えてるね、はい、周りの、はい、お客様はぜひうちに来て楽しいホストライフをね。そうだよ、そうですね、はい、本当にそう。できるだけ安く楽しく、シャンパンも飲めて本当にそう、うん、だから、うん、変な話、7時にお店に来ていただくと共にセット料金もかからないし、シャンパン代だけで済むみたいなね。そう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 、ね、そう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 、あの逆にね、これ見てる方で、うん、もう急に来てね、うんうんうん、でも全然いいですから、うんうん、全然大丈夫、来てシャンパン飲みながら誰を指名するか決めるみたいな、こんな優雅な全然楽しみ方もできる。そういうの全然できるしね。めっちゃ素敵やん。めちゃくちゃ素敵やん。めっちゃ素敵やん。はい、それとですね、うん、はい、日曜日に近々、ね、日曜日7月7日、はい、七夕イベントと題しまして、はい、はい、はい、あ、ね、今のそのシャンパンはコールなしですか、うん、って、ね、一応コールはなしなんですけど、それはなしです、すいません、なしなんですけども、コールと同じぐらい盛り合います。やっぱり、ね、そうですね、はいはい、盛り上げましょう、本当にね、うん、ここまでやってくれるのぐらい盛り上げますし、僕が最前線で接客します、うん、間違いない、はい、基本的に僕ヘルプ要員ですからね。本当、本当、ほんまにね、はい、素敵やん、うん、素敵ですよね、社長素敵やん、はい、どこに書いてあるの。あ、書いてる書いてる書いてる、あ、ほんまに、それで、その七夕イベント7月7日のなんですけども、キャスト全員が、個性的な浴衣を着て、はい、お客様をお出迎えします、はい、いいね、はい、プラスアルファで浴衣を着て来ていただいたお客様には特典があります。はい、はい、もうそれ
言っちゃっていいですか僕。いやーそれはちょっと内緒にしときましょうか。内緒にしましょうか。ねこれは多分すごい、えマジその特典って言われるような特典があります。ね、うん、ね、あるよね、ある、あるよね、本当にありますからね、うんうん、本当にあるよ、本当にあるから、うん、言わんとこ、言わんとこ、言わんとこ、そうですね、うん、はい、うんうん、はい、ということティーバッグを履いていった人の特典は社長、あるかな。あるあるある。どんな特典がある。暗闇の個室に俺と二人っきり。怖い怖いめっちゃ怖い。はい、もういいかな、はい、イベントの告知は、ね、イベント、はい、それとね、あきくんから。あ、そうですね、はい、7月の21日日曜日、はい、うん、ゆうきさんとれんさんと自分の合同バースデーがあります。3人のね、はい、3人で、はい、はいはい、AJ で初めてのバースデーイベントなんで、うん、盛り上げていきたいのでよろしくお願いします。よいしょー。はい、続きましてちょっと短いですけど、求人のね、はい、告知を、はい、行っちゃいましょう。はい、僕やりましょうかね、2人やりましょう。いやいや、じゃあじゃあ、はい、サラ行こう、サラ行こう、はい、サラ行きましょう、行こう。求人の募集なんですけども、僕らは8月、今1部制でやってるんですね。はい、それから、まあ、8月以降2部制に持っていきたいので、はいはい、まあ、ライトする人がお店に入ってくることをされます。そのために、まあ、どんどんお店に興味があるっていう方は、うん、まあ、体験入店からいらっしゃってくださってもよろしいので、はい、ぜひお願いします。よいしょー。お前はギア変えすぎじゃん。いや、どんどん変わっちゃうんです、絶対変わっちゃうんですよ。はい、はい、ということでね、はい、はい、残り時間ももうあと1分半ぐらいですかね、2分ぐらい。いやね、このもう本当にね、盛りだくさんの内容で、絶対来たらやっぱ楽しんでいただけると思いますし、はい、ね、正直ね、楽しいかどうかっていうのはね、女の子、お客様に決めてもらうんですけど、はい、僕ら側はね、絶対楽しませようって、その気持ちは絶対絶えずあるんだよね、はい、本当に、はい、僕たちのね、接客に対するやる気を見に来る気持ちでもいいのかなって、うん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 、そうですね、そう、それぐらいの気持ちで来てもらっても全然構わないんで、歌舞伎町いろんなお店ありますけど、うん、はい、これだけね、笑いっていうことにね、うん、対してちゃんと考えてるお店ってもうほんと少ないと思う。少ないよ、ないと思う、ほんまにないと思うんでね、ぶっちゃけ、うんうん、ね、ほんとお笑い集団よ、ね、お笑い集団お笑い集団を略して AJ だもんほんとにね、うん、はい、はい、ということでね、もう1分も切ったということでね、はい、あ、いいお店だわ、すごい嬉しい、30秒前、じゃあほんとありがとう、嬉しい、ありがとうございます。両サイド神、右は神え、僕の？うまいうまいうまい、誰この子、うまい、誰？教えて、教えて、ID 載せて、LINE の載せないで、載せないで、絶対載せないで。まあ今日もね、第10回 AJ、はい、プレゼンツコンビありがとうございました。ありがとうございました。また来週もお願いします。ありがとうございました。また見てね。でもなく黙り込んだことにすがる何回目の錯覚だ笑っていたろう先まで伝え込んだ仮面をやめ落下に紛れ込み死んでしまった純情ましてや無情なこの溺れているんだよ息もせずに壊れてゆくこの街で僕らは無力だ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。